iPhone と iPad を買うために10代の中国人の男の子がですね、自分の腎臓を売ったっていう事件があったんです。もう大論争になるんですけども、その少年は別に否定されるべきではないっていう意見になったんですよ。サンデル教授これから大ショックだったそうですよね。この間もう1ヶ月ぐらい前の話なんですけど、 YouTuber が31人集まってですね、飲み会開いたっていうのがあるじゃないですか。YouTuber でですね、なんか有名な女の人がその仲間たちと一緒に毎年やってる誕生日の飲み会でですね、深夜1時ぐらいまで飲んでて、で外で立ちしょんべんしてっていう大騒ぎになった事件ですね。であれがですね、非難されたと。さて、なんであれが非難されたのか。非難する側のロジックっていうのをですね、最終的にまとめると、まあ、お前たちは成功したんだと。成功したということは多くの人の支持を集めたということだから、お手本になるべきだっていう、こういう理屈ですね。こういう世論が形成されたわけです。果たしてこれは正しいのかですね。 YouTuber31 人飲み会事件をこのハーバード流に哲学するとどういうふうになるのかというところから話してみましょう。実力も運のうちのですね、第一章というのはですね、大学の入試スキャンダルですね。入試スキャンダルから始まりました。で、何かっていうとですね、スポーツ講師にお金を渡してですね、不正入試入学をさせるですね、エージェントが逮捕されたんですよ。どういうことかっていうと、アメリカってですね、スポーツ入学の枠がかなり大きいんですね。超一流大学であってもですね、一流のアスリートであろう、あれば、例えば入学金を免除されたりですね、奨学金が出たり、何よりも難しい入学試験に通らなくても入学できるという制度がある。これはまあ日本でもですね、スポーツ入学というですね、なんかこうそういうシステムありますよね。で、それをですね、不正に利用する。不正に利用するというのはどういうことかというと、大金持ちがそのエージェントにお金を渡すとですね、嘘のスポーツの経歴作ってくれるんですね。例えば、卓球なんかやったこともない、バドミントンなんかやったこともない女の子がですね、超一流のバドミントン選手だっていうですね、資料を作ってくれるんですよ。でもそんなもん大学のコーチが見たらわかるじゃないですか。で、そこでそのコーチを買収して、確かにこれは超一流選手だっていうですね、お墨付きを出させるんですね、その大学から。だからこの場合も買収するのは大学のスポーツコーチだけでいいんですよ。で、そのスポーツコーチはスポーツコーチで、そのもらったお金の大部分を、例えば自分たちがやるですね、スポーツクラブですね、大学内のスポーツクラブの設備充実とかに当ててたのでですね、まあ、同情の余地があるみたいな言い方になってるんですけどもですね、割とね、派手にやってたみたいで、水泳選手とかですね、バドミントン選手とかね、普段僕らがあんまり顔を知らないようなジャンルのスポーツ選手いるじゃないですか。そういうところにですね、顔のすげ替え、フォトショップで顔のすげ替えまでやってですね、全然なんかもう体つきひょろひょろのアメリカの男の子とか女の子のですね、金持ちの息子で、それはハリウッド女優の娘までやってたので、一大スケスキャンダルになったという事件がありました。で、それがですね、紹介されてるんですね。さて、なぜこれがけしからんのかと。まあ、まず不正入試だからということはあるんですけども、ところがですね、アメリカの大学入試には一流であればあるほど様々な入学試験以外の制度があると。例えば寄付金の多い子供を入学させるっていうのもあるし、あと卒業者の子供を優遇する、いわゆるレガシー枠っていうんですけどね、その大学を卒業した人の子供だったら優遇する。これ日本でもですね、学習院大学もあったかな、慶応大学ありますよね。そういうレガシー枠っていうのがあると。これもですね、同じようなもんじゃないかっていうふうにですね、すごい論争になったんですよ。これをですね、サンデル教授は教室でですね、討論させるわけですね。そうすると、大体ね、半分ぐらいの学生は、いや、そういうのはけしからんと。そもそもそのレガシー枠もおかしいよと、寄付金もおかしいよ、実力のみでいくべきだっていう過激な実力主義者っていうのがもう3分の1ぐらいですね。残り3分の2のうちのまた半分、3分の1ぐらいが、いやいや、レガシー枠とか入学金っていうのを認めようよと。なんでかっていうと、それだけその多額のお金を入れてくれてるから、逆に言えば低所得者とかですね、有色人種ですね、人種的に恵まれない人たちというか、恵まれない経済層にある人種の人たちに、まあ、優遇的に大学が助けてあげることができるんだから、いいことじゃないかっていうのが3分の1ぐらい。意外なことにですね、最後の3分の1はですね、金持ちは努力して金持ちになったから優遇されるのは当たり前だっていう理論が出てくるんです。努力して金持ちになったんだから彼らは尊敬されるべきだと、その特典としてある程度の特別扱いは当たり前だ、こういう議論になるんですね。つまり不正な、まあ、スポーツ枠の詐欺はさすがにみんなもこれはダメなんだけども、優遇ぐらいは当たり前だっていう話になるんですね。
サンデル教授によるとですね、大体これ世界中でいろんな大学で議論させてもゲスト講師していくと同じような流れになると。ただし中国のですね、大学に行った時にですね、流れがちょっと違って、金持ちは特別扱いが当たり前というのが半分ぐらいになるわけですね。さすが中国、ここら辺は現実主義なんですよ。半分ぐらいになるんですね。2012年にですね、サンデル教授がですね、中国で講義した時にですね、もっと極端な例を出そうと。これはもう不正入試ぐらいでは中国人もですね、いやそんなもん当たり前だよって言うけど、もっと極端な例を出そうと思って、サンデル教授が持っていった2010年の講義のケーススタディが、これ実際の話なんですよ。 iPhone と iPad を買うために10代の中国人の男の子がですね、自分の腎臓を売ったという事件があったんです。自分の腎臓を売って、売った時点でお金で iPhone と iPad を買ったと。この新聞記事をどう見るのかって言ったんですね。つまり売ったということは、それを買った人もいるわけですよ。金持ちが将来ある10代の若者から腎臓を買った、そいつは iPhone 欲しさに売るわけですよ、ね、じゃあその売った人もその買った人も、それは正しいことか、許されるべきことなのかっていうふうに、サンデル教授はその授業を持ってったわけですね。そしたらね、もう大論争になるんですけども、最終的にですね、多くの中国人の学生はですね、リバタリアン的な意見、つまりまずその少年は別に否定されるべきではないという意見になったんですよ。強制されず自由意志なんだったら腎臓を売る権利があるという流れになったんですね。で、一部の学生が反論するわけですよ。金持ちに金で腎臓を買える権利を与えるべきじゃないと。その男の子にそれを売る権利はあるかもわかんないけど、次に金持ちが貧乏人から腎臓を買う権利、そんなものを与えてしまっては、それはもう資本主義国家の堕落と同じではないかっていうふうな話になるわけですね。しかしそれに対する反論、裕福な人は自分の力で金持ちになったんだから長生きする権利があるっていう議論になったんですよ。つまり努力したものはそれぐらい報われて当然という考え方なんですね。腎臓を売るという犠牲を払ったその男の子もそれだけの報酬を得る権利がある。だからその場合の問題は、腎臓1個の値段として iPhone と iPad は安すぎやしねえかという話になってですね、売ること自体の倫理性、道徳性も、買うこと自体の道徳性も、まあまあ大激論になったんですけど、中国のその大学では割と他の国よりも許される雰囲気になったんですね。で、そういうですね、個人がその自分の内臓を売りたい、金持ちが他人の内臓を買いたい、こういうですね、欲求に対して政府や権力は介入すべきではない、邪魔すべきではないというですね、実はその中国が共産主義でありながらですね、世界で一番資本主義を肯定するような結論にですね、大学の論争になってた。サンデル教授、これが大ショックだったそうですよね。で、ここからまあ議論は混戦してですね、まあ大学生たちはなかなか同じ結論に至らないわけですね。ポイント二つ目です。不正入試は正しいのか、許されるべきなのか、どこまで認められるべきなのか。もちろん不正はともかく、不正の定義をどこまで広げていいのか、どこまでそれは不正じゃないというふうに言えるのかって話が出てきました。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録もよろしくね。